ちょっと終わりそうだな、このゲームも。狭すぎた。戦わないでいこう。あなたや私よりひどい目に遭った人がいるから。どうもごきげんよう、バイオショックインフィニット続きからやってまいります。さあ今日は、3本連続で録画しております。初めてこんなに撮りますが、いや楽しいですね。さあここには何もないです。こぼれたオイル、次はこっちですね。あ、そうそう、ショックジョッキーの強化をしたいと思います。お金も貯まっているので。よし、ショックレベル3、スタンの持続時間が増加。連鎖するよりも時間を伸ばした方がいいかもしれないですね。ガシャーン。よし、これでマックスでしょうか。あと1個でマックスですね。よし、じゃあこれでいきましょう。最後のティアを探せ。よし、こっちですね。あれ、ここ来た場所ですよ。どうやり先に町は元通りになるのかしら。戻るべきじゃないんだ。ああ、コロンビアが崩壊していく。ところどころこういう印がついています。こんなに入り組んでいたら迷子になりそうです。よし、行きましょう。ここ通った場所。足跡。ここスナイパーと戦った場所ですね。あれ、一周してきましたね。ティアはこっちのようです。よいしょ、このまままっすぐ。あ、まだバーが見つけられていませんね。バーか、ここバーかな。バーのクローゼットですね。ここバーっぽいですよね。今更来ても。ほらほら、最高のワインだジェームズ。まだやってる。未払いのつけだ。いや待て、まだやってるよ。はい、ここバーですよね。あ、関係ない人まで倒してしまった。ごめんなさい、クローゼットが見当たらない。ここではないんでしょうね。よし、そしてまだボックスのコードも見つけられていません。結構広いですねこの街は。よし、さあ最後のティアはどこにあるんでしょうか。こっちかな、レコード屋さん。あ、カメラ。あ、ここ最初に来た時はシャッターがかかっていたんですが、鍵を開けてくれ。開けられるようになっている。写真屋さんかな。できた。あ、早速見つかりましたね。写真屋さんのようですよ。さあここでは何が起きたんでしょうか。ティアを開ける。ルパート、写真を撮った。そう、死んだ私の写真をね。死んだ写真。ルーテスは死んでいたのか。どこかにルーテスさんの写真があるに違いない。これかな。違いそう。ということは他の世界のルーテスさんということ。ルパート、ま、この写真のルーテスさんたちに危害を加えるだなんて証拠でもあるの。本人たちが教えてくれたんだ。本人たちが、本人たち、昨日だよ、昨日の朝。ルパート、あの二人は一週間前に死んだのよ。ああ、一回カムストックさんに殺されているんだ。で、
感じですね。蓄音機どんどんややこしくなっていきます。そしてルーテスさんの写真が見つかりません。そんな亡くなった方の写真は飾っときませんね。よし行きましょう。さあ全てのティアが見つかっても真実はまだあやふや。余計こう混乱しています。カムストックゲートに戻れ行きましょう。これによってもういませんよ、誰もいませんよ。戦わないでいこう。よし、やり過ごそう。よし。ルーテスたちは生かしておかない方がいい。私はあの男の娘ですらなかった。ただの実験材料だったのよ。実験材料。そうじゃない。エリザベス、聞いてくれ。君のような目に遭うべき人などいない。バカ。ここから出るんだ。わかるな。そして二度と振り返るな。私の母はロザリンド・ルーテスじゃない。それにあなたでもない。でも二人とも殺された。私のせいで。私が憎いでしょ。自分の娘じゃないから。私もあなたを憎んだ。あなたが母じゃないから。お金を拾ったわ。はい。ああ、また母が。よいしょ。ショック状況。こんにちは。コンスタンス。幽霊の噂。やばい。コンスタンスさん、一番最初に聞いたボックスフォンの方ですね。ということは、硬くなっている。そしてボックスフォンがよく聞こえなかった。後でもう一回聞きましょう。ありがとうございます。倒した。心臓のトゲ？あなたに謝らなきゃならない。カムストックはあなたを連れ戻すために私を利用した。でも私が連れ戻したのは私の頭の中にいるあなただった。あの人はあなたを愛してるふりをした。私にそうしたように。からわしい子だな。私はあなたの夫の子じゃない。許し合わないと。あなたや私よりひどい目に遭った人がいるから。私に関する秘密を漏らしたのね。なぜ私は生きている。あなたはこの世界にはいないの。いるのは別世界のあなた。あの人と出会わなかった世界の。あの人を救った世界。そんなこと可能なの？真実を見つけて。どういうことだ。そしてカムストック夫人は何者なのだ。もう一回聞いてみよう。コンスタンス、奇跡の声。こんにちは。お母さんが亡くなられたことは残念だったわね。でも亡くなった今でも私の母よりずっといいお母さんだと思うわ。ところで塔はなぜ閉鎖されたのかしら。住んでいるあなたならわかると思って。悪天候に伝染病の流行が重なり、そこへ幽霊の噂が追い打ちをかけたからだと聞くけど、
本当のところはどうなのかしら。内緒の話なら誰にも言わないって約束するわ。ペンフレンドのコンスタンスより。コンスタンスさんとエリザベスさんは知り合いなのかな。どういうことだ。エリザベスには大きな借りがある。ニューヨークで待っている雇い主のことなど知ったものか。考えが変わりましたね、ブッカーさん。カムストックハウスに向かい、ちょっとカムストックさんとお話をしないとちゃんとわからないのかもしれません。ちょっと終わりそうだな、このゲームも。よいしょ。おー、ソングバード歌って。おお、また夢の世界。容赦ないな、ソングバード。娘を連れてくれば借金は帳消しだ。娘を連れてくれば借金は帳消しだ。そもそも借金なんかなかったんじゃないか。どういうことだ。あ、今度はこっちのドアだ。おお、このソングバードを操っているのはカムストックさんらしい。やめて。その人を傷つけないで。ごめんなさい。ごめんなさい。もう逃げ出したりしない。絶対にしないから。おとなしく帰る。うちに連れてって。お願い。ダメだ。エリザベース。彼女を追わないと。どうやって追う。エリザベース。塔に、でも塔はもうない。彼女を連れて行かせはしないぞ。聞いたのか、この鳥野郎。見えない。私は。7月だぞ。7月。ああ、どういうことだ。聞こえるか、エリザベス。世界が。ティアの向こうで。武器はそのまんまですね。この世界には。違う世界に飛ばされたんだ、ブッカー・デュイット。ここはカムストックハウスですよね。なんだ。お金を求める人がいる。なんだ。愛を求める人も。父は燃え盛る豪華を求めた。私たちはエデンの園を荒廃したトドムにしてしまった。私たちは救済に値しない存在。主はノアに洪水という名の魚を与えた。でもあの人は私に厳しかった。彼はこう言ったわ。預言者よ、お前は漁師の国家を作るのだと。この世界ではエリザベスさんは
ハムストックさんと同じ地位にいるっていうことは、ドッカー・デュイットがこう現れなかった時、現れなかった場合こうなっていた。この人は誰だ？ちょっと嫌がってるじゃないか。敵だ。ストップストップ。デビルズキス、デビルズキス、デビルズキス。なんだここは。ちょっと、はい、急がないと。どうやって入ればいい？どうやって入ればいい？プッシュ、インターホン。聞け、俺は彼女に会いたいだけだ。誰と話してるんだ？こいつは誰でもいい。ケビンの部屋に行こう。ケビンの部屋に行こう。警備員の許可がないものは立ち入り禁止。私を遠に返して。もう遅いんだよ。お父さんが素敵な家をくれたのに、お前はそれを壊すことを選んだ。あいつは父親じゃない。あ、エリザベス。サイフォンは犬につける綱のようなもの。サイフォン。つけたのは私の父だけど、時が来ても私は自分で外そうとはしなかった。外していたらどうなっていたかしら。これまで通りおとなしく服従していたかしら。別人のようだ。これも敵ですよね。私にも見えるの、物事のこれからの姿が。彼を先に倒してしまえば大丈夫かな。そんなことはない。ここは狭い。よし。狭すぎた。エリザベスさんの助けがないとこんなにも辛いのか。なんとかなりましたが、どういうことだ、どういうことだしか言ってない件について。あ、ライフキット。お、キネトスコープ。ウィリアム・フォーマン、お医者さんですね。なんだ、動いてますが、よくわかりません。こっちには何もない。こっちに行くようですね。あ、ソルト。エリザベスさん、薬によってひどい。
これ助けられるかな、助けられるかな。あ、ちゃんとろうそく消えますね。細かい。医者の兵士だ、エリザベス。君の主治医だ。近寄らないで。犯行か。随分時が経つのに。デュイットは君を見捨てた。彼のことは忘れなさい。彼は来るわ。来ますよ、来ますよ。今行きますよ。敵だ、敵だ。今行きますよ。あ、彼にポゼッション。効かない。聞かなかった。デブルズキス。標本。この世界は何なんだ、現実なのか。うわあ、チリン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 。そろそろ時間がやってまいりました。騒がしいですが、今回はこの辺で一区切りさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければ次回もまた見てくださいね。お疲れ様です。